どうも肉団子です。今日はしょっつる鉱山でガチアサリやっていきます。よろしくお願いします。さあ武器は今日も若葉使っていきましょう。さあ参りましょう。ギア構成はボムリメントのバランス型となっております。さあまず右から展開。うおっと危ねー、えげつね、ボム投げしてきやがる。一匹あーっとやれねえか。味方フォローよろしく。この位置スピナー、あキル取れねえか。ボムコロ刺してくれ。オッケーナイス。アーマー展開し左、オッケーないね。左一匹、あとジェッカスだけですね。正面詰めましょう。ガチアサリ作りたい。味方にアサリ投げて、オッケーナイス。とりあえず3個投げて1個キープします。味方はこの後アサリ持ってね突っ込んできてくれるんで、こうやって少しでもゴールの開けておく時間を長くさせます。さあアサリ切れたんでもうちょっと入れたいところですね。さあ一旦かわしてレール塗ってアサリキープ、もう一回正面詰める。ナイス。敵に落ち、ボム殺して3個投げの1個キープする。アサリないんでもうちょっとキープしたいですね。敵に落ち、もう1個投げの、とりあえず嫌がらせはできたんで一旦引きます。攻撃ここまでですね。 OK。 アーマー展開して防衛に備えます。味方のジャンプ守ってアサリ集め、右もう一回展開する。あれこいつスキル入れねえか。一旦引きましょう。あぶねあぶね、ハンコ来てるんで一旦引いて防衛に備えてゴール下塗り固めておきます。アーマー入っていく。左高台1匹フェイントかけて左詰める。敵いない、正面 OK、 左ない、塗り固めのボム転げ牽制いないか。フェイントかけて OK、 キル取っていく。もう一発アーマー吐きたいですね。ああしまった。ああ、強人と入れ替わりでしたね。さあ防衛ですね。ガチアサリ作られている。裏から刺していく。オッケー、カバー入れていく。ナイス、ジッカス。あぶね、なんとか逃げる。アーマー吐いて、ジェッカスはこの位置。あぶね、逃げる。オッケー、フェイントかけて、あー射程足らないですね。あぶね、身落ち、プレッサー、くーだぶねー、セーフセーフ。さあもう一度切り替えて防衛する。左から展開していきます。塗り固めて3対3、2対3か。敵瞬間、あぶね、スピナーにバレている。ちょっと時間稼ぎたくしたいですね。敵3落ち、ナイス。オッケー、ナイスナイス、素晴らしい。アーマー展開して前線上げていく。ショツラーサレはこの左高右高が一番の抑えるポイントです。あー結構しナイス、素晴らしい、素晴らしいカバー。あぶね、2対2、右高1匹、一旦引きましょう。うわープレッサー当たる。死なないようにしたい。オッケー、ナイス。敵1落ち、4対3ですね。右高、左高1匹ずつ。ボムコロ牽制して、右のヘルプ入りたいけど、敵も見てる。一旦引いて、防衛備える。ハンコ気をつけて。多分飛んでくるよ。一旦ミサイルかわして、あーどんまい、しょうがない。アーマー展開、あー味方3落ち。時間稼ぎだけしたいけど厳しいね。戻りましょう。さあ右から展開していきましょう。アーマー溜めつつ、まあ、ある程度入れられるのはしょうがない。防衛は焦ってもしょうがないんで慎重に。味方のカバー入りたい。ナイス、オッケー。カウント47、まだリードはできている。
敵3落ちへ前線上げていきましょう。アーマー貯めながら正面ジェッカス、ジェッパに乗じて右高取りたい。ナイス、ナイス、素晴らしい M。 さあガチアサリここにいるんで多分敵取りに来ると思うんでここで潜伏します。来ましたね、オッケー、ナイス、いいんじゃないですか、手堅い立ち回りできましたね。はい、最後まで動画のご視聴ありがとうございます。よろしければ動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。またね。